大相撲の新大関琴ノ若、26、イコール佐渡ヶ嶽イコールが4日、春場所での活躍へ序盤の白星先行を誓った。同日は大阪市東住吉区の柴田山部屋宿舎での二所ノ関一門の連合稽古に参加。一門外から参加した霧島、27、イコール陸奥イコールとの大関対決が実現した。新たな地位でも順調に滑り出し、主役ロードを突っ走る。場所への気持ちは変わらない。最初からちゃんと行かないといけない。若い衆だろうが重量だろうが幕内だろうが、そこは一緒。大関となったことで、終盤戦は横綱。大関とぶつかるのが通例で重みは増すが、入りを重視する姿勢は変わらない。スタートダッシュの大切さは、身をもって知っている。直近2場所を含め、2桁勝利した過去7場所はいずれも、初日からの5日間で3勝以上を挙げている。取りこぼさず、勢いに乗りたい。霧島との3番稽古では、3勝8敗だったが立ち合いから押し込まれる場面はほとんどなく、きっちり圧力を伝えた。辛抱強くやって、負けても攻める相撲もあった、と納得。勝ちも負けも糧に、本番ではしっかりやり返す。